オラクルマスターブロンズオラクルデータベース 12C 試験対策ポイント解説セミナー 12C SQL 基礎編をお送りします。このセミナーでは、まずはじめにオラクルマスターオラクルデータベース 12C の資格の概要をご説明します。その後、 オラクルマスターブロンズを取得するための2つの試験のうちの1つ 12C SQL 基礎についてご紹介していきますオラクルマスターオラクルデータベース 12C の資格は積み上げ式の資格になっていますスキルアップに合わせて ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナとチャレンジしていただくことができますこちらはオラクルマスターを初めてお取りいただく方の取得パスになりますオラクルマスターブロンズをお取りいただくためには SQL の試験とブロンズ DBA の試験 この二つに合格していただく必要がございます。さらに、トゥエルブシー、アドミニストレーションの試験にも合格されますと。オラクルマスターシルバーとして認定されます。こちらは、以前のバージョンのオラクルマスターの資格をお持ちの方が。 最新の 12C の資格に移行するための移行パスの紹介です。例えば、かなり前の資格ですが、オラクルシルバーフェローという資格をお持ちの方は、ブロンズ DBA12C、この1試験だけで、オラクルマスターブロンズオラクルデータベース 12C に移行していただくことができます。 以前の資格をお持ちの方は、うまくこのイコーパスを活用していただければと思います。では、ブロンズを取得いただくための2つの試験のうちの1つ、12C SQL 基礎について紹介していきたいと思います。12C SQL 基礎の試験、試験番号は 1z0061japan。試験名は 12csql 基礎。試験時間は120分。出題数は75問です。この試験時間ですが、かなりギリギリの時間になります。sql の試験をお受けいただく際は、時間配分に気をつけてください。 えー、120分で75問ということで、えー、1問2分取れないいぐらいですまた SQL の試験ではかなり長めな SQL 文が出てきてでそこから例えば選ぶとかそういった問題があります。SQL 文が提示される問題はかなりあの解くのに時間がかかります。 考える時間も必要になりますので時間配分の方を気をつけてください特に選択肢に長い SQL 文が並んでいてその中から正しい SQL を選ぶなんていう問題では1問あたり3分から5分分かってしまう場合もありますですので実際に試験お受けになる際は まず問題見ていただいて、ちょっとこの問題は解くのに時間がかかりそうだなと思った場合には、その問題、チェックをしておいて、後回しにしてください。えー、試験を受けるときに、問題にマークをつけることができるんですね。なので、後回しにしたいものには、マークをつけておいて、ひとまず後回し。で、即答できるものから、どんどん答えていただいて、 で時間のかかる問題ゆっくり考えないと解けないような問題は、えー、最後に残った時間で、えー、ゆっくり考えて解くようにしてください。SQL、の試験は特に時間配分気をつけてください、えー、そしてこの SQL の試験ですが試験の内容です、ねまあ、主にセレクト文になります。 えー、セレクト文の書き方。それから、ウェアークの書き方。それから、関数ですね。単一行関数や変換関数、グループ関数。この関数に関しては、オラクルの関数が出題されますので、えー、普段からですね、ちょっと SQL、アンチの SQL 見慣れてるという方も、えー、必ず、えー、受験勉強が必要になってくる部分かと思います。えー、それから、えー、結合。 副問い合わせ、そして DML、インサート、アップデート、デリート、それからデータ定義言語、こういったところが出題範囲となっております。また、SQL の試験では、このような資料が提示されます。例えば、こちらはエンプロイーズ表の、表の定義ですね。 それからエンプロイーズ表のサンプルデータ試験の中で出てくる表についてこのような資料が各問題ごとに提供されていますでも実際の試験の中ではこのような資料目を通している時間はないかと思います大体試験に出てくるのは エンプロイーズ表やデパートメンツ表など、限られたパターンの表だけです。ですので、まあ、資料は提示はされますが、えー、おそらく見なくても、えー、回答できるかと思います。えー、試験、受験されるときは、えー、とにかく時間配分に気をつけてください。では、サンプル問題を見ていきましょう。 まずは型なしの問題です。データ制御言語に分類されるものを選択してください。コミット、アップデート、グラント、クリエイト。データ制御言語という言葉が少しわかりにくいかもしれませんね。データ制御言語、つまりデータへのアクセスを制御する言語という意味になります。 データへのアクセスを制御するということで、正解は、権限付与に使うグラントです。データ制御言語、グラントですとかリボークが当たります。SQL の分類、押さえておきましょう。データ制御言語は、グラントやリボーク。データ操作言語、 DML はインサート・アップデート・デリートトランザクション制御言語はコミットやロールバックデータ定義言語はクリエイトやドロップ・オルター・トランケートなどが相当しますでは次の問題です パフォーマンステスト用に大量の行を含む表テストがありますテストが完了し不要になったのでデータを消すことにしましたこの作業はコストをかけずに高速に行いたいと思いますなお念のため表の定義定義は残しておきますどのコマンドを使いますかドロップテーブルテストドロップテーブルテストパージ トランケートテーブルテスト、デリートフロムテスト、ウルターテーブルテスト、セット、アンユーズ、えー。ポイントはデータを消したいというところと、それからコストをかけずに高速に行いたいというところと、それから表の定義は残す。はい、この3つがポイントです。正解は C。 トランケートテーブルになります。もう一度 SQL の分類を見ておきましょう。delete は DML です。delete 文で、予約をつけずに表の delete を行うと、全行削除することができます。 ででででもデリーートは DML すすすのでロールバックすることができますつまりデリートの場合は後からロールバックできるようにデリートする時にそのデリートする情報をアンドゥーに書き込むんですね。ですので先ほどの問題にあったコストをかけずに行うこれに反してくるんですね。 デリートで大量の行を削除しようとすると、えー、そこそこ時間もかかりますし、それからコストがかなり高くなります。それに対して、トランケートは DDL です。データ定義言語です。ですので、えー、ロールバックすることができません。ロールバックの必要がありませんので、アンドゥーに書き込むことはありません。 ですのでトランケートはコストをかけずにデータの切り捨てを行うことができます。そしてトランケートとドロップとの違いですがドロップも DDL なんですけれどもドロップの場合は表自体の削除になります。それに対してトランケートは表の中のデータの切り捨てです。 トトランケートではは表の定義自体は残ります。ドロップの方は表の定義もろとも削除されます。デリートとトランケートとドロップ、えー、必ずしっかり区別して押さえておいてください。では続きまして結合の問題です。 エンプロイーズ表から部下と上司の関係を表示します上司のいない人も上司の名前を空欄で表示するものとします以下の問い合わせのカッコに入れるキーワードとして正しいものを選択してください、はい、エンプロイーズ表にはマネージャー ID という列があります このマネージャー ID 列にその従業員の直属の上司の従業員番号が入っています。で、このマネージャー ID 列とそれからエンプロイー ID 列とを使って結合しようとしているんですね。で、しかも今回は上司のいない人も上司の名前を空欄で表示するものとします。 ということで、外部結合になります。フロム区のところを見てください。フロムエンプロイズ・ワーカー、エンプロイズ・マネージャーということで、一つのエンプロイズ表を部下の表と上司の表に見立てて、外部結合をしようとしています。あとは外部結合。 アウタージョインですけれども、外部結合でレフトかライトか。えー、今回、全、えー、行を表示したいのは部下の側ですね。上司のいない人であっても、上司の名前空欄で表示したいということですので、えー、ワーカー、部下の側を全、えー、行を表示しますので、えー、レフトアウタージョインになります。えー、正解は C です。 一番のところにはレフトアウタージョインが入ります。そして二番のところ、条件の前に入るのが音句になります。外部結合はレフトアウタージョイン、ライトアウタージョイン、フルアウタージョインとありますので、押さえておいてください。 今のような問題も比較的時間のかかる問題かと思います。続いて、こちらは 12C からのちょっと新しい公文の紹介になります。エンプロイーズ表からサラリー列の値が多い方から5名分だけ表示します。適切な問い合わせはどれですか サラリーレの値が多い方から上位5名分だけデータを表示する。12c から新しい書き方が出てきました。では選択肢を見ていきましょう。このような問題では選択肢の中で違う箇所、違いを見つけてください。 え、下2行が違ってますね。A はオーダーバイサラリーフェッチファーストファイブローズオンディ。B はオーダーバイサラリーデスクフェッチファーストファイブローズオンディ。C はオーダーバイサラリーフェッチネクストファイブローズオン l y です。大きい方から5名だけという風うにありますので、正解は B になります。セレクトエンプロイ e ー ID サラリーフロムエンプロイズ オーダーーダバイサラリーデスク、このオーダーバイクによってサラリー列を高順にサラリーの値が大きい順に並べ替えましてでそのうちフェッチファーストファイブローズオンリーということで初めの5行分だけ表示するフェッチするという問い合わせになっています。 この書く語順に気をつけてください。先にオーダーバイを行っておいて、その後、フェッチファースト、ファイブドオンディというふうに続いています。12C からの新しい書き方です。返す行の制限の書き方、押さえておいてください。まず、オーダーバイクを書きまして、 それから、えー、オフセットです、ねえー。頭何行分は表示しないという場合は、オフセットで指定できます。えー、オフセット何行分。えー、そして、えー、フェッチファースト、もしくは,しくはフェッチネクスト。何行分表示するか、えー、フェッチで行数を指定することもできますし、それから、パーセント、えー。パーセントで指定することもできます。 例えば、表全体の1%の営業データだけフェッチするなんていう指定も可能です。では、今の問題の少し応用になります。セールス表及びカスタマーズ表から、過去3ヶ月の合計販売金額が上位6番目から上位 二十番目までの顧客のリストを出します。適切な問い合わせを選択してください。随分長い選択肢になっています。随分長い選択肢になっていますが、えー、違いを見ていただくと。 下3行、4行。えー、このあたりを見ていただければと思います。まず選択肢 A は、オーダーバイクが一番最後に来てしまっています。選択肢 B は、オーダーバイ、オフセット、フェッチネクスト。そして C は、 オーダーワイがないですね。offset, fetch, next. 正解は B になります。正解の選択肢を見てみましょう。select, cast, first name, sum, amount, sold, from, sales, natural join, customers, where, time ID が ,addlements, シスデート -3 グループバイカストファーストネームオーダーバイサムアマウントソルドデスクオフセット50 fetch next 15ンドオン n l y これは何をやってるかというとセレクトカストファーストネーム、ね、顧客ごとの、えー、サムアマウントソルド 売上金額の合計を取ろうとしています。from、えー、セールス表と、それからナチュラルジョイン、カスタマーズ。カスタマーズ表とセールス表とをナチュラルジョインで、えー、自然結合していますね。はいえー、そして、えー、どれぐらいの期間のデータかというと、where、timeID が、a d v a n c e シスデナト -3 ということで、まあ、これ過去3ヶ月分ということなんですけれども、えー、アドマンス、えー、こちらはオラクルの日付の関数になります。で、えー、この日付の関数、ねえー、今回はシスデイト、えー今、今現在のシステム日付を与えていますね、第1引数で。で、えー、第2引数で、 プラスの値を指定した場合には、第1引数の日付の何ヶ月後っていう意味になります。で、一方、この例のように、第2引数で負の値ですね。マイナスの値を指定した場合には、逆に第1引数の日付から過去に遡ります。 ということで、シスデイト、システム日付、今日の日付から過去3ヶ月遡るです、ねで。これ以降のタイム ID のデータを見ています。このアドマンスという関数、こちらも SQL の試験でよく出てきますので、きちんと押さえておいてください。 その次ですね、グループバイ、カストファーストネームとありますが、こちらはセレクト区のところでですね、カストファーストネーム、サムアマウントソルドということで、サムという集合関数を使っていますね。このようにセレクト区で集合関数と、それからカストファーストネーム、集合関数と普通の列名と 組み合わせて使った場合には、このカストファーストネーム、この列名についてグループバイを書いておく必要があります。すね、顧客ごとに集計するという意味ですね。 そして、ようやくたどり着きました。オーダーバイ、サム、アマウント、ソルド、デスクということで、合計売上金額のデスクですから、高順ですね。大きい順に並べ替えます。そして、オフセット、ファイブローということで、上位5番目のデータまでは切り捨てまして、フェッチ、ネクスト、フィフティロン、オンディということで、次の15行分、次の15行分だけを取り出すと。 いうことになっています。上位6番目から上位20番目までの顧客のリストを出したいと。非常に長い選択肢になっていますけれども、重要なポイントいくつか含まれていますので、きちんと見ておいてください。 では続いてこちらはですね 11G リリース2からの新しい関数リスト AGG という関数の問題になります。以下のような形式で部門30に所属する従業員を h i ヤー e ー d a t e 順ラストネーム順にセミコロン区切りでリストします。 また、その中で最も古いハイヤーデートを表示します。適切な問い合わせを選択してくださいという問題ですえ。このリスト見てみてください。エンプリストとなっていまして、これ従業員の名前なんですけれども、名前がセミコロン区切りでずらっと横に並んでいます。 普通、セレクト文で従業員の名前をセレクトすると、従業員の名前が縦にリストされますよね。でも、リスト AGG という関数を使うと、このように取り出した列値を指定した区切り文字、まあ、ここではセミコロンなんですけれども、セミコロンで区切って、このようにずらっと横並べの形で表示することができます。 こういうときに使うのがこのリスト AGG という関数です。そしてこのリスト AGG で横並びでデータを出すときにその今回は従業員をハイヤーデート順ラストネーム順にセミコロン区切りでという指定をしていますね。 えでは答えを見てしまいましょう。正解は A です。セレクトリスト AGG ラストネームセミコロン。ラストネームをセミコロン区切りでリストします。within、えー、グループオーダーバイハイヤーデートラストネーム。えー、こちらがリストするときの並び順ですね。 ハイヤーデート、ラストネーム、この順でオーダーバイしますで。ちなみに、このリスト AGG という関数ですけれども、リストアグリゲートの意味です。リストアグリゲート、リスト AGG という関数、11G リリース2からの関数ですが、 12C SQL の試験で出題される可能性がありますので、押さえておいてください。では続きまして、今度はデータ定義言語のサンプル問題です。以下のコマンドを実行します。その後の状態について、正しいものを選択してください。 オルターテーブル、エンプロイーズ、リードオンリー A. エンプロイーズ表にデータをインサートすることはできる B. エンプロイーズ表のデータを削除することはできる C. エンプロイーズ表のデータをセレクトフォーアップデートすることはできる D. エンプロイーズ表を削除することはできる オルターテーブルエンプロイーズリードオンリー表をリードオンリー読み取り専用にしています。読み取り専用にしますと、その表に対して DML を行うことができません。ということで、A のインサートもできませんし、それから B のデータの削除、デリートもできませんし、 もちろんアップデートもできません。そして C のセレクトフォアップデート。こちらもセレクトフォアアップデートの場合はアップデートを前提としたセレクトになりますので、リードオンディの時はできません。単なるセレクト。フォアアップデートのつかない単なるセレクトであれば可能です。で、ところが一番最後の D ですね。エンプロイーズ表自体を ドロップテーブル文で完全に削除してしまう。エンプロイズ表自体をドロップテーブルで削除することは、えー、実はリードオンリーになっていても可能です。このリードオンリーは DML しないように守るという意味なんですね。なので、えー、表自体のドロップはできてしまいます。えー、気をつけてください。 リードオンディによって読み取り専用になります。ただそれは DML 禁止という意味で表示体のドロップはできてしまいます。他にも DML につ DDDL につきましてはクリエイト、ドロップ、オルタ、この辺りを押さえておいてください。 では、最後に、正規化の概要です。12C SQL 基礎の試験では、問題数はごく少ないんですけれども、正規化に関する問題も出題されます。また、ER モデリングに関連するような問題が出る場合もあります。 割合で見ると、出題数自体はとても少ないのですが、えー、出ることがありますので、えー、軽く復習をしておくといいかと思います。では、サンプル問題です。第2世紀系から第3世紀系に正規化するときに行う作業はどれですか ?A. 部分関数充足を排除する。B. 水位的関数従足を排除する C、導出項目を排除する D、繰り返し項目を分割して排除する第二正規系から第三正規系に正規化するときに行う作業はどれでしょうか第三正規化ですので B の水位的関数従足を排除する こちらが正解です。正規化は段階を追って行われます。まずは非正規形から第一正規化を行って第一正規形へ。この段階では何が行われるかというと、繰り返し項目を分割してなくしていく。 次に第1正規系から第2正規化を行って第2正規系にします。第2正規系にするときは部分関数従属が排除されます。部分関数従属というのは、複合主規を構成する複数の列のうちのどれか一部にだけ依存する列がある。 えー、そういう状態をですね、えー、部分関数従属を含む状態と言います、まあ。平たく言ってしまえば、複合式の一部のキーだけに依存している列、えー、その部分をですね、えー、別の表に分割してやると。で続いて、第二世紀系から第三世紀化を行って、第三世紀系にします。 このタイミングでは、水移的関数従属が排除されます。水移的関数従属というのは、キー以外の列間での依存関係です。キー以外の列間での依存関係、この部分をですね、別の表に分けてある。 それが、水滴的関数従属を排除する第三正規化ということになります。出題数は少ないですが、ER モデリングや正規化に関する内容も少しですが出てきますので、軽く復習をしておくといいでしょう。 えでは、SQL の試験について見てきましたけれども、とにかく実際に試験をお受けになる際は、何より時間配分に気をつけてください。特にえ選択肢に SQL 文が並んでいて、正しい SQL を選ぶような問題、そういった問題はかなり時間がかかってしまいますので、マークをつけておいて後回しにしてください。 それから、SQL、ある程度ご存知の方が陥りがちなのが、何も勉強しないで、全く準備をしないで、SQL の試験を受けてしまう。これはちょっと危険です。特に、単一行関数、集合関数など、オラクル独自の関数、出題範囲に入っています。 でえー、しかもですね問題の方も、えー、ちょっとひねった、えー、少し難しめな問題が、えー、出てきたりもしますので、えー、必ず関数に関してだけは、えー、普段から SQL 書いてるという方もですね、えー、勉強してから、えー、受験された方がいいかと思います、えー、では、えー、受験にあたってのおすすめの研修コースです 12C SQL 基礎1という3日間のコースがこちらの試験に対応しております。はいえー、では、えー、これで SQL の解説はおしまいです。どうもありがとうございました。